のパフォーマンスレーナーの助ですさあ今回リクエストいただき,いただきました、What i n さんの I don't care dance practice. なんかタイトルいいですね。そしてあのファンの方がですね、いつもご丁寧に X で、えー、いろんなことを教えてくださるんですが、これ本当にありがたいです。本当にありがとうございますこの。こういうインフォメーションはすごくありがたいですね。名前と、はい、記入してくださって、しかもちゃんとこうね割れてるところの写真をスクショしてくださって。 はいしかも、振りガナを売ってくださるという、とてもありがたい心遣いですね。本当にありがとうございます。はい。very helping.Okay、そしたらいきましょうか。でこういうふうな、ね、活動してくれるファンの方、本当当嬉しいでしょうね。ワットウィンさんもね。すごくね、こういうのが大事ですよね。あの名前ポリスいっぱいいるんですよ。 間違ってるよとか間違ってますよとか覚えてないのに動画上げないでくださいもうしょっちゅうですからねなんか狂っちゃってますよね本当にいやこのグループの子たちはそんな多分思ってない人見てくれてありがとうございますってぐらいだと思うしフリーコンテンツだからねうんまあでもファンの方々のその何て言うのかな質が分かりますよね いきましょうカーシー、フーくん、かっこいい名前ですよね、鈴木くん。あ、まあまあまあ、名前はもうだいぶね。うん。ルアタリオくん。八村凛太郎、かっこいいね。おーお本ほんと好きはね、めちゃくちゃ高いグループなんだよ。でもこれさ、4K の割にちょっとブラウリーって感じだね。 うん、これがプラータくんだよねこれ本当にありがたいすげえ分かりやすい <laughs> これほんとこういうことですよね本当に本当他のファンの方もあのできたらお願いしたいぐらいほんとこれ分かりやすいです本当にもうめちゃくちゃヘオピングです おおすごいすごいねまずここのさアイソレのプンっていうこう抜け感の質感がすごくいいですよねうんこれ足先の重心移動とかねこのラインのキープのし,しかしさ この古畑くんもそうですけどもこの肩甲骨からふわっというこういう分離が体で表現できるっていうのなんかすごい羨ましいですねスペック高いですよねだもうみんなそうですけど力抜けててうう、まあ、足先見てください足先がめちゃくちゃ生きてるからねううおーい すごいね古畑くんもう足先から生きる人たちは大好きなんですよねういすごいですよねこういうのねなんか彼らはどういうふうにこう指示されてるかちょっとわからないですけどこの上背部いわゆる胸椎のところからこう引っ張られるようにねこう体の使い方をこう変えるっていう ダンスでそういう視点が面白いですよね。おいーここでがっつり世界観変わりますね。いそう、でもワットウィンさん前から言うんですけど、その線の決め、日本人らしさの個性もあるんですけど。揃い方がすごいし。 しっかり揃えてるところが面白いですよね日本っぽさがまた日本っぽさというかその韓国とかと似てるとかわけじゃないですけどその料理両方持ってるところがなんかすごく僕は好きですけどね揃い方がすんごい揃ってうわちょっと待ってめちゃくちゃめちゃくちゃフィジカル高いねブラータくんは <laughs> うわうひナイスンス。えー、ここのインにめちゃくちゃ入ってるからね。さすがですよね。えい、ー。いや、本当に質感高いっすよね。体の使い方の。 なんて言うんてううだろう <laughs> バネもすげえし足先からの使い方もそうですけどその体幹部がなんて言うんだろうブレないって表現しちゃうとめちゃくちゃ素人だからなんて言うんですかね重心を下げた時に抜けないというか壊れないというかね重力がグーンとかぶさってきてもいわゆるこういうふうに腹を地面に近づけて背中を天井に向けてズンとこうかがんだ状態で入ったとしても一切崩れることがないっていうかね。 ウェイ、バイブレーションやったウェイ、わー、質高いね。ウェイ。このさ、振り付け難しいっすね。振り付けっていうか、このテイスト出してくるの難しい。まず、あの、トープッシュ。プッシュでのホップができなきゃいけないから、シングルレックの。なかなかっすよ。しかも着地めっちゃ揃ってるし。ちゃっちゃっ。 さすすがっねうわ、乗ってる。この青パン、八村くん。りんたろうくん。おい。りんたろうくんもシャープっすね。おい、質感高いっすね。福沢くんも。 スキルがおい股関節動くね綺麗ですねおい使い方変えてる左右いやすごいっすねなんだろうこのなんていうのかな、まあ、ダンスとしての 分離と安定の技術ここ背中まっすぐキープしつつエグさをこう獅しで出して重心下げてからのその股関節のダイナミックさシフト動作うんえっとねまあちょっとあとで見せろ おお引っ張るねここの高橋高橋君がこう結構なんか歌ってるイメージがあるけどこう引っ張りますよね本当にマジでこういうセンスうう引っ張る引っ張るおいー素晴らしい股関節の決め方ですねおいー いやースキルがすごいっすね。ういなんかヘッド入れて肩入れるって、僕的にはですよ、僕的には相当こう、体のダイナミックさがないと映えないじゃないですか。体のパーツでいうと、小さい動きだから、ね、伸びるわけじゃないから、手って伸びるじゃないですか、遠慮的に、足も。ただ、首と肩って伸びないじゃないですか。上がるか下がるかか、回るかなんで。 そこをこう明確にこう体で表現できるっていうのはやっぱさすがですよ。うん、えー,メンバーブルー好きなのかな <laughs> おい高橋君はなんかイメージ的にめちゃくちゃこうエネルギーが満載な感じするけどね。 もう絶対手抜きしないようなこの顔の表情の作り方とか。くわ。もう毎回言ってるかもしれないですけど、プラト君の、ね、パフォーマンスは、なんかプロダンサーみたいなのある。みんなプロダンサーみたいなんだけどね。なんか、すっごくいろんな人のテイストがあって、で僕の中ではこの、 くんみたいなもうほんと多分ミリ単位の違いなのか分かんないですけどやっぱその鋭さと力強さっていう線の決め方がやっぱ僕はすごく好きなのでワイドに構えていく中でバキッてこう入ってくる感じねあの背骨がうーんえい うわ使うね、体。おい。うわうわーちょっとエンティーミさんテイストだけど。いやぁ、いい子、関節してるわ、ほんとに。柔らかいよね。で、このリプレイスのこの足の位置とか、やっぱ、ほんとみんな見習ってほしいです。 私のレッスン出てる方々きれこういう人たちはねちゃんと綺麗に決めるんですよ僕がこういう話するとさなんかこの人何言ってんだろうみたいなレッスンでもあるんですよ何言ってんのこの人みたいななんですけどプロがやるってことはプロが見せることってのは綺麗であって一番早く動いて一番安定しているわけじゃないですかどう考えたってセンスがいいんだからだから 人間の日常ってさ、不思議で、誰もこういうことを受け入れないですけど、なんで交通事故もあってもないのに、スポーツもやっていないのに、走ってもいないのに、膝とか腰とか肩が関節が痛くなるのかっていうことを考えなきゃいけないですね。それを受け入れなきゃいけないです。でも、医者、お医者さんも悪い。なぜかって言ったら、歳だからっていうことを言うから。ね。だから、 本当だったら早く動ける安定して動ける、ね、体に痛みのない動き,を動きができる、ね、それができる人たちっていうのはエリートじゃないこういった人たちじゃないですかで真似すりゃいいんですそれでこう真似しようとするといや私たちはそういう次元じゃないからみたいなおかしすぎるんですよね本当に皆さんこれを見てる人はよく覚えておいてください 本当にうまい人のやることは真似すべきだし学ぶべきなんです。本をよるより読むよりも一番早い。なんでこんだけヘッドを上にキープした状態で脊柱が、これ見てください、崩れないまま背中を前に倒すことのないまま足がこう出せるのかっていうね、この一瞬の動作ですけど、この膝をつくっていうこと自体世の中、今一般の人はできないです。膝が痛いてっつって。 にに自分のの手をももの上か床につけたくなりますよねつけないですよね。つける必要がないからです立ち上がるというプロセス。まあ振り付けであるのかもしれないけど。うん。何事もなかったことのようにやるんですよ。普通かもしれない。普通かもしれないんですけど、これが。 普通の一般の世界の運動指導とかそういったところの世界に入ると普通じゃなくなるこの混乱ですよねこの日本のね日本という国はすごく平和ですごく日本人のいいところも僕はもう知り尽くしてるし日本人でよかったっていうところももちろんたくさんあるしただ一つだけ健康管理という部分では微妙ですよねうん そこだけ、はい、うわっ、ソリッドスタンスだよね、本当に。グザーんとこの古畑んのスタンスのこの力強さ。これいいですね、右手リーチングしていくと、リーチのタイミングとこの股関節が内旋して入ってくる感じね。 すごく体のチェーンリアクションって言って、この鎖の連鎖、すごく綺麗ですね。これが、V R フィジカルですね。連鎖反応っていうものが、すごくスムーズに導かれるっていう。See that?Reaching と内線が綺麗に入ってくる。これね、股関節が働かないとどうなるかっていうと、斜めに入っちゃうんです。斜め下に引っ張られちゃうんですよね。 股関節が働くからそのこのショットプットハンドがこのアライメントでシューッといけるんですよねきれいに全部コネクトしてるんでこうね全部ここのコネクションがあるんでそうこの脇からこの背中そしてこれ実は大事なこの左足の安定力っていうのも大事なんですよね もうえ決めてきたねこれ僕よくジミンスタンスって呼んでるんですけどこう外線で外線でこうやってスタンス取るっていうのはこれなんか特殊にやってたのかなその BTS にいるジミンさんっていう方は僕ここからねこのパフォーマンスっていうアーティストのバックグラウンドっていうものに実はすごく興味を持ち始めたのがパミッションとダンスってやつでそのジミンさんって いう方がねスタンス取るときに一人だけこの外線位でそこからしゃがんでたんですけどなんでだろうバレエかなんかやってたのかなって言ったらすごくコンテンポラリーダンスとかジャズとかがすごく得意だっていうことで,ですねそれで面白いなと思って見始めたんですけどうん外線で取りますよね綺麗なまとめ方しますよねおおうわーあこれワットウィンさんのあれですよね 恒例。<laughs> うん、ダンスプラクティスですね。うん。素晴らしい。ごめんなさい。ワットウィンさんの場合はね、なんか曲を楽しむっていうよりも、本当に関節の動きを。見て楽しむって感じですね。どういうあれなんだろうな。 ぜひちょっと教えてもらいたいのがちょっとコメントで見てるけどうんああいいですね涙出たっていうコメントありますねでもその今回の曲に関してはその動きの緩急っていうかなんていうんですかねフローな部分とババッてこうスタンス決めている部分とちょっとこうダンスの技術的な部分をバッと出しつつっていうところがいろいろテイストがありましたよねほんとね うんそうさ後でしょとこれそうそうそう足を逆に言うとね足音消してんだよなあんだけダイナミックに動いてても減速してるからね相当うん動作の中で減速してるからこそ動きがね雑にならないし 着地がドカーンってしすぎると少し上にブレが出るんですけどそれをシュッと吸収するからよりパフォーマンスがなんだろうねすごくこの線が綺麗に見えるというかうんは力の使い方がすごくいいっすねうん今のやつもそうですよねコントロール力ですよね原則うん 今のそのシャッフルもそうですね。横移動のラテラルシャッフルもここら辺もスッとこう減速して入ってきたりとかね、雑さがないからね。うん。かっこいい、かっこいいパフォーマンスですね。僕結構こういうパフォーマンス好きっすね。フローなんだけど、パッキリ感がパチパチに出てきたりとかするの。 やっぱ出てますね。揃い感がすごいと思うんだよなうんそうだよねこれダンスとねこ,これはなんかこうダンスも見ていたいよねうんはいってなわけですごく助かりましたはいではまた <laughs>